こんばんは。お、クリモト夫婦です。ですです今日はちょっと待って、俺今日企画聞いてるから、うん、ちょっと合わんな、うん、なんか俺も挙動不審なのは、なんか、うん、多分企画言ったらオープニングがグダグダになんねや。うるせえ。多分そう。うるせえ。大丈夫大丈夫。はいはい、どうも。はい、はいはい、今日は、まあ、企画言ってんねんけど、はい、3人目できた時の話をしようかなと思って。イエーイ。はい、いい話やな。そうやな、うん、まあでもいろいろあったな、すれ違ってたな。確かに。でなんか、まあ、妊娠してますって分かったのが、金屋に言う前に一人で検索やって、で分かったんや。嘘つけ。分かったんや。俺そんなん聞いてないぞ。言ってないんやけど。なんでなんで今の。いやごめんね、ちょっと突っ込んでしまう。なんでなの。言ってないんやけど、ちょっと怖くて反応が。だって二人でまあ作らんっていう、上二人がいてるから作らんっていう話をずっとしてたから。してた。だからなんか、なんて言っていいか分からんくて、でまず一人で、まあ、できてるかできてないかもはっきりしてないから、まあ、やって、まあ、できてました、うん、で金屋に言うのをどうしようかみたいな、ずっと迷ってたんやけど、うん、まあ金屋おるときに検査薬するわって言ってして戻りました。そら出るわな。そらできてるわな。できてます。もうでも分かってたよ。分かってたんやけど、うん、どんな反応かが怖くて。え、俺どんな反応だった？どうするみたいな。よくない男の人みたい。まあでも、まあ、決めてたからな、2人で。そうなよ。うん、決めてたから、まあどうするみたいな感じで話してて、うん、まあお互い決めてたしなみたいな。お互いでもその時からもうほんま産みたい、産んでほしいっていう考えをしてたんやけど、うん、思ってることと逆のことを言ってて、うん、で、まあ、病院行って、まあ、できてます、うん、で、まあ、でも産む決断はしやんかったから、その時は、うん、で、まあ、まあ手術まで2週間あるから、うん、まあ、考えなよみたいな、うん、しやんくても、手術はしやんくてもいいから考えなよみたいな感じで、まあいい産婦人科の方で、うん、まあ帰ったんやけど、そっから2週間毎日、休みの日も、うん、金屋が仕事行ってる日も、まあ、電話するからさ、うん、電話の時にどうするみたいな、もうほんまに思ってることと逆のことをお互いずーっと言うんよな。そうそうそう、ずっとな。もうね、あんなにね、人生ね、うん、自分の考えじゃないことを口にペラ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 喋ったの俺初めてかな。うん、なあ、ね、ほんまに思ってることと逆のことをずっと二人で言ってて、もう一旦もめんみたいだったもん俺、うん、だってもう何回同じ話すんのってぐらいさ、うん、まあ1時間2時間に1回電話した時にその話をずっと同じ話、そうそうそう、もうほんまに2週間はずっとこの話がしてないんちゃうってぐらいずっとこれやったな。してたな。でまあそんなんで、まあ、2週間手術ギリギリにやっぱ産みたい、うん、夜勤やもそうやって、うん、で産むってなったんやけど、うん、まあ、それまでお互いほんまに思ってることも言わんくて、ギリギリになるまで言わんくて。そうやな。そうで、上の子のことも考えたし。そうやな。あとはもうほんまに決めてたことやから、うん、なんか今さらな。だから俺は、で、これ入っていいのかな？いいよ。じゃ俺は、うん、だから結婚するときに、うん、もう、嫁さんと、まあ、あれさね、うん、あと子供二人と、もう結婚するって決めて結婚してるわけで、うん、で、その時にもう、あやさんも、もう子供もいりませんって言ってたよ。うん、で、それは強がりか、なんか、未だに分からないけど、うん、じゃあほんまにいなかったかも、それも未だに分かってないけど、うん、で、俺もいらんと、うん、もう俺もやっぱりその3人を大事にしたいから、うん、もしその2人の間の子供ができてしまったら、うん、あの歯車が狂っても嫌やし、うんうん、なんていうの、もともと言ってる長男次男の差が出るとかさ、うん、
出会うつもりでいてんのよ、うんうん、でも出てもたらあかんなとかさ、うんうんうん、だそんなことを考えるならもう作らんとこうっていう話になってて、うんうん、で自分の父親は 母親にも、うん、結婚するときに、うん、もうあの自分のその子供は見せるやん、孫は見せるやんと、うん、親にも話しに行って、で親も、うん、もうお前がそう考えて結婚するのとかめへん、うんうん、ほんでその今あやさちゃんのいてる子供、うん、ものすごく可愛がるっていう言うてくれて、うん、ほんでまあ結果可愛がってくれてんけど、うん、でそこまでこう言っていい人、俺がいいとこってんのかもわからんし、うん、だから今さらこう産んでくれって余裕はんかったし、うんうん、俺はやね、うん、だからもう何ていうんかな、この毎日話をして、うん、なんかこう探り合いっていうか、うん、毎日ほんまにどう思ってるんかって探ってたわな。そうでも失礼よなほんま、うん、もう今髪の毛引っ張れたやもん、うん、俺だ、うん、俺その前の俺に髪引っ張って続けましたぐらい、うんうん、2人ともな、もうほんまに、うん、もう怒りたいわな、うん、何を考えたんって。そう今ほんまにもうこの3人の笑顔が幸せやから。そうなんや、その3人で遊んでる時の子供らとか、うん、なんか一番微笑ましい時やん。そうだからほんまに今生まれてきてくれてありがとうって思うし、あの時の自分らに怒りたいな、うん、ほんであのまあ今結果ね、うん、あの三男坊生まれて、うん、だけどねまあそれは差はあると思うよ、うん、それなぜかって言ったらその、まあ、1歳児と、うん、1歳児とまあまあ長男次男ってもう小学生やから、うん、それは怒り方も違うし、うん、一緒のように怒ってても慣れてたんし、うん、1歳児なんかもう怒れやんやん、怒ったかんやん、うんうん、今怒られるためにこう生きてますって感じだからさ、うん、寝るんと食うんとみたいな、うんうん、それはだから俺もだからうん、だから関係ないと思う、うんうん、我が子とか何子とか、うんうん、何もその血のつながりとかもうそんなしょうもないことはもうどうでもいいと思ってるよ、もうほんまに、うん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 、だって三男より上二人のことしかなんか話するもんな、なんていうそうやな、今後ほぼほぼあの二人やな特に長男の話が多いからやっぱりね、上になってきたらやっぱり問題も増えてくるから、うん、元になってきてるから、うん、結構手強い問題が出てくるし、うん、最近だから反抗期なんかなっていう話とかもする。あもう一番下の話なんかね、一番下はもうおるとき可愛いな可愛いなって言って、ほ、うん、んで今日はあのしんどかったみたいな、うん、うん、何食べたぐらいよ、うん、やっぱりね長男次男の話はやっぱりな一番するわな、多いよ。なんかその差とかは関係ないわな、差はないな、うん、もう血のつながりとかもうどうでもいいな。そやな、だって一緒に育ててないから、うん、一緒に生活してる上で、うん、やっぱり差なんか持ったところだよな、うん、あこっちが疲れるわ。そやな、差持ったら、うん、でもほんまにこの3人目のきっかけにあやさらは仲良い秘訣なんですかって言われた時に話し合いって言うんやけど、うん、ほんまに話し合うことって大事やなって思った、うん、その時な、嬉しみだな、うん、ほんまに。だからそれをきっかけにお互い素直にならななって言って、うん、こういうすれ違いは絶対に起きたあかんことやからさ。そうやな、そのままあのあゆさらが素直に言わんかったら時のこと考えてやっぱゾッとするし、なんかその時ほんまに大事やなっていう話だよな、うん、でも今言ってないのとか考えられやもんな。考えるやんな、無理やな、うん、だから俺らはそうやったけど、うん、まあ、その他の人は俺は知らんけど、うんうん、でもまあ今はほんまに幸せです。幸せーって感じ、うん、まあ、な、うん、うん、ほんであの時なやっぱりね産む時にも、うん、もうものすごく俺らもう貧乏で、うん、うん、なんやろホームに栗本ハーですっていうぐらい、うん、もう破産しかけてたよな、うん、もう支払いも俺把握しなかったヨミちゃんにお前これ払っといてくれよみたいな、
まだ渋りながら、実はもうないんよみたいな、みたいな。でそれは俺が悪いんやで、俺が把握してないし俺の給料が低かったからそうだったんだけど、もうそれぐらいの レベルの時に、うん、なあ、でもやっぱり乗り越えて、うん、うん、まあ貧乏も乗り越えてさ、うん、だってやっぱり3人子供育てるってお金がいるから、ほんまに。まあそのお金事情はまた話したいと思います。思います、うん、って感じで、まあ今日はその仲良い秘訣のこともちょっと言ったな。うん、うん、また仲良い秘訣も今思うこと、初めに思ってた仲良い秘訣と今思ってる仲良い秘訣また違うから、全然違うな、うん、またそれもやりたいな。結構深まったからな、うん、もうここ半年ぐらいで、そうやな、深まったから、はい、またやります。まーすまーす。ってことで今日はご視聴ありがとうございます。まーすまーす。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。栗本花です。じゃあね。今日は静かです。じゃあね。